皆さんこんにちは、亀ちゃんです。今日は2024年、5月4日ですね、ゴールデンウィーク後半の富山県、北陸自動車道を走っております。今回の目的地はね、黒部のグリーンパーク大島キャンプ場に向かっております。というのもね、前回ホタキャンやったんだけれども、まあ撮影がぐったぐたでね、もうぐったぐただった。主催者は寝落ちしとるしね、まあ、ホタルイカ救いの様子は収録されてないしね、まあ、本当は地物の、食べ物を買ったりね、地酒とか、いろいろ、まあ、見どころがあったんですけど、まあ僕自身がね、まあ、寝落ちして全く撮れてなかったもんですからもう一回ちょっとちゃんとね行ってみようぜとまあキャンプ場紹介もね、せっかくいいキャンプ場だったんで、そのキャンプ場紹介も兼ねてね、もう一回ちゃんとキャンプしに行こうということで、向かっております。キャンプ場周辺の情報とかね、楽しい美味しい、情報などを盛り込んでいきたいと思いますので、ぜひ皆さんね、最後までご覧になってください。それでは行ってみましょう。道の駅ここ黒部せっかくなので、地元のもの、特産品などをね、買い込んでいこうかなと思いますね。なんでここ黒部っていう名前なんでしょうかね。ララランドみたいな。おお、さすがゴールデンウィーク。一応富山県もね、ゴールデンウィークはね、見舞いますね。この時期だと、チューリップフェアね、一応富山県の県の花がチューリップでございまして、全国からたくさんの方が、まあ、いらっしゃいますけれども、でここはね、ここだね、黒部、ここですね、ここ黒部で石田海浜エリア、ここがねグリーンパーク大島キャンプ場ですね。でこの辺でねキャンプしようとするなら、ここか、ね、ここ園木山キャンプ場、ここはね、ゴミ袋代だけでキャンプができます。めちゃくちゃいいです。グリーンパーク乗ってないっていうね。あとはね、この黒部川沿いにね、墓の木キャンプ場っていうのがあってね、そこは無料で車も乗り入れられるようなボートキャンプ場、無料ですね。あとね、上の方にもね、ここにね、翡翠海岸ボートキャンプ場っていうのがあるよね。翡翠が拾える海岸なんですよね。まあ、それも、行ったことないんだけどね、僕も。キャンプ以外で観光ってなると、まあ、今の時期だったら、まあ、この辺でね、まあ、もしかしたら蜃気楼が見えるかもしれない。4月から6月もね、蜃気楼が見えることがあるらしいので、僕もね蜃気楼見たことない見たことないです。だからこれなんかね、浜黒で一回ね見えたような気がするけど、あとはねやっぱり宇奈月かな、黒部峡谷鉄道ね、そういうのが、まあ、定番かな。すごいね、ここの道の駅はね、割と新しくて、去年できたんじゃなかったかな。黒部のね、ね、ご当地 T シャツなんかが売ってますよ。まあ、今、熊の T シャツだったけども、僕ね、立山粗暴にね、関わる仕事をしてたことがあって、実はね、いろんなことやってるでしょう。その立山砂防の仕事でね、熊に2回会ってるんですよね。まあ、それだけ、まあ、熊もたくさんいるところですと。まあ、地酒なんかが売ってますね。お酒を薬にしちゃうっていうね、癒しの薬箱酒、効能、ストレス発散とかね、喉の渇き、やばいね。富山県ね、黒部川なんていうと日本トップクラスのね、水質のいい川ということで、やっぱ水が美味しいんですよね。まあ富山県の川は全部水質いいと思うんですけど、日本酒はねやっぱり美味しいかなと。お酒関係が大変充実しておりますね。あとこれね、サブロマル蒸留所、スモーキーハイボール。サブロマル蒸留所っていうのはね、若鶴酒造だね。まあ、僕が神々さんに、お酒を送った回があると思うんですけれども、若鶴のね洋の雫を送りましたけれども、まあ、そこの若鶴酒造がウイスキーも作ってて、それがねあのサブロマル蒸留所っていうんですけど、まあ、そこのハイボールがね、まあ、非常に美味しいと評判でございます。これ買っていこうかな。最近だとね声優の大塚明夫さんが美味しいっつって、ね、飲んでましたね。これはね若鶴の梅スキー、これ梅酒か、富
富山県でいうとね、やっぱこれがやっぱ有名かな、増泉、で立山、あとは農家屋、これ若鶴の農家屋でしょ、富菊のね、これも美味しいと思います。であとはね、地ビール関係かな、地ビールはね、あのうなずきがよく作ってますよ、うなずきビール、十字峡とか黒部の月とかね、ちょっとお酒好きには面白そうな道の駅になってますね。白エビせんべい、うん、バイガイ、バイガイっていうのはね、富山湾で取れる、貝貝のことですね。あんま聞いたことないでしょ、バイガイ、よくね、昆布締めとかになってますね。刺身とか寿司にもなるしね、まあ、結構コリコリしてて美味しいですね。居酒屋にはね、確実にあると思うね、バイガイ。あとはもうホタルイカご利用しでございますよかまぼこね、かまぼことか、あ、練りもんってね、まあ、散々僕の動画でも出てきたと思うんですけれども、初めて来た人には楽しいところじゃないかなと思うけど、富山県民だったらね、いや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 と、キャンプに行ってまでかまぼこ食わんないんかいと思うかもしれないけど、まあ、なかなか珍しいかもしれないですね。板についてないかまぼこっていうのはね、まあ、富山県の特徴でございますから。カレーですよ。結構ね、黒部はね、あの豚に力入れてますね、ポーク、黒部名水ポークっていうねブランド豚があって、まあ、それを前面に押してますね。で、氷見の方だとね、牛になるんですよ、氷見牛って言ってね、これがね、そうそう、氷見牛、氷見ビーフカレーになるんですけれども、なかなか全国区にならないんだけどもね、まあ、それの一助になれればいいかなとは思う。まあ、せっかくなんでね、名水ポーク買っときましょうかね。あとは、まあ、おなじみ氷見うどん、このパッケージ初めて見たな、鶴屋か、大抵ね、海津屋なんですよね、海津屋、まあ、煮込むんだったら絶対太麺の方がいいと思うけども、まあ、ちゅるちゅるっといきたいときは細麺でね。氷見うどん、つゆやらね、で、一応ね、売店は東西2方向にありますね。反対側も一応、見てみましょう。バイガイの炊き込みご飯、冷凍とかね、いろいろあるね。白エビの昆布締めやら、マカジキ、マカジキはね、まあ、要は刺すと言って、まあ、オーソドックスなね、昆布締めだね。これはオーソドックス、一番売ってるやつ。ハチメ、ヒラメ、マダイ、ホウボウ、なかなか美味しそうでしょう。やっぱりね、ここに、醤油コーナーがあると黒部名水、あ、これ千田醤油、これだね。これがまあこの前のね、ホタキャンの時に、まあ、千田の醤油うまいぞと、いうお話が出ておりましたね。僕は中六で育ってきたので中六が推し醤油なんですけど、まあ、やっぱ東部の方とかね、やっぱり、アランタンの醤油とかね、千田の醤油とか、まあ、ご利用しされとるともね、まあ、美味しいですよ。まあ、そんなとこですかね。まあ、なかなかやっぱ楽しいですね。で、まあ、ここね、ここ黒部っていうここ黒部っていく、まあ、道の駅ということで、まあ、黒部といえばね、まあ、まあ僕いつもね、立山連峰、立山連峰と言うとりますけれども、まあ、富山側がね、立山連峰で、長野側が後ろ立山連峰と、でその2つの連峰の間を流れてるのが黒部川ですね。まあ、そこを黒部峡谷と言って、それを上流に行くと黒部ダムがあるみたいな、位置関係になってるはずです。まあ、僕もあんまり詳しくないんだけども、今年はね、ちょっと天白登山をやってみたいなと思ってたりしますんで、またその辺もね、紹介できたらいいなと思ってるんですけども。道の駅のね、向かいにプラントっていう結構でかいスーパーがね、ありますので、もう全部ここで揃えちゃいます。すごいコンパクトにね、まとまっとってね、なかなか環境のいいキャンプ場じゃないかなと思うんだよね。スーパーと道の駅と、あとガソリンスタンドとコンビニもね、近くにあるんですよ。なかなかいいなと思ってね。でかいとの人やったね。
で、これ今右手に見えてるのが、右手に見えてるとか右手にあるのが石田海水浴場ですね。ホタキャンでここで釣りましょうかという感じでやっておりました。まあ、地元の人が言うにはね、そんなに黒部は湧かないかなと。どっちかというと入善とかね、まあ、浜黒の方とか岩瀬の方とか滑川の方とかが湧くっていうお話なんだけども、一応湧きましたね。わ、僕はあの寝落ちしてたんで僕は寝落ちしてたんで分かんないんだけど、まあ、一応救えますということで案内しておきます。着きましたね。なんか結構たくさんおるな。あのオレンジ色のハスラー絶対間違えられてそう。めっちゃおるやん。石田の、まあ普通はね、ここのプレハブ、まあ掘ったて小屋というか、まあここでチェックインするんですけど、まあね、大抵誰もいないね。大抵誰もいないね。で、いないときはどうするのかというと、管理棟がね、実はずっとあっちにあって、赤い屋根の建物ってね、そこに行くと、まあ、受付ができると。受付はね、あのね、パークゴルフと一緒になってるんだね。まあ、で、もうご覧の通り、パークゴルフ大盛況ということで、まあ、どっちかというとね、パークゴルフ場にくっついてるキャンプ場みたいな、パークゴルフ場側の管理棟に、まあ、キャンプのね、受付もやっとるということなわけです。すごいでしょ、後ろにね、立山連峰も見えるし、アユキャンの時は桜咲いとったね。なかなか綺麗でね。で、まあ、自販機もあるから、まあ、ちょっと遠いけどね、まあ、言うてもまあ徒歩100メーターぐらいかな。神々さんの好きなコーラはちっちゃいのだけあります。こんにちは。キャンプの受付したいんですけども、一泊土曜日の39ということは今日39組おるんかね、39張り。今回みたいにあのプレハブにも、管理人さんがいらっしゃらない。で、あそこの管理棟には多分いるんじゃないかなと思うんだけども、まあ、いない場合は事後受付でも、大丈夫と。あの、泊まった後に一泊しましたみたいな、感じの受付でもいいそうです。いいそうですというか、うん、現状そうせざるを得ないみたいなね、管理員さんいないから、まあ、そういう時があるそうですね。まあ、実際ホタキャンの時もね、僕は、事後受付でやっておりましたね。で、キャンプ場の ホテルじゃねえキャンプ場のトイレはね、ここ1箇所です。男女、あとは障害者用、多目的トイレかな、それが一箇所あります。こんな感じですね。結構綺麗なんですよ。和式もあるし、まあ、温水ではないけども、綺麗なトイレがあります。ということで、キャンプサイトを見に行きましょうかね。グリーンパーク大島、料金なんですけども、テント1張り1泊500円になっております。これどういうことかというと、1泊しなかったら無料なんですよ。だからデイキャンは、無料になっております。ということはですよ、1泊目チェックアウトとかチェックインのね、時間が、ないというかね、ないんですよ。つまり、一泊して、夜の夕方とかね、5時とか6時とかにチェックアウトしても、まあ、それはデイキャンになるんで一泊分だけ、という、素晴らしい緩いシステムになっております。まあ、これが、まあ、穴場たるゆえんというか、なかなかね、あの全容を知ってる方がいらっしゃらなくって、割と空いてるキャンプ場らしいですね。で、今日はね、まあ、ゴールデンウィークの後半ですよ。5月4日なので、で、めちゃくちゃ空いてるのかなと思ったら、結構で、結構いらっしゃると。まあ、39張りも多分あると思うんで、ちょっとね、場所が空いてない。まあ、空いてんだけど、まあ、ゴールデンウィークでこれならね、まあ、空いてる方かもしれないけども、一人でゆったりという、ほどは今日は空いてないね。空いてるけど、松林の方まで行くと多分ソロ感、
たっぷりみたいなところでハンモックも貼れたりね、するかなと思います。一応松林の奥の方までサイトが広がっておりますんで、まあ、プライベート感を味わいたかったら、まあ、奥の方まで行ったりね、まあ、そういうこともできると。松林の方は、ハンモックも張れます。パップテントとかね、ああいう風に張って武骨な感じのキャンプも楽しめるようになっております。やっぱりね、松林の方に来るとちょっとひんやりしますね。夏もかなりここに張ると風も抜けて涼しいそうなんで、まあ、夏来てもいいかもね。よし、暑い、暑すぎる、暑すぎるぜ。今日はね、まあ、ちょっとのんびりしたいというか、まあ、地元なんでね、まあ、そんなに気合を入れずにゆるく、楽しもうかなと思っておりますんで、このトイレ横のね、セミオートサイトみたいなところで貼らせていただこうかなと思います。まあ、ここなんですけどね。でこんなに近くに貼るんかいと、お前トナラーかと言われてしまいそうなんですけど、偶然ですね、あのホタキャンの時にもお世話になったね、富山焚き火会の方がいらっしゃったんでまあちょっと隣にね貼らせていただこうかなと思います。で本日の幕なんですけど、実はね新しい新幕を持ってきてます。ミニマルワークスのジャックシェルターミニですね。これを実は買いまして、でこれなんでこれ買ったのかというとね、あの自転車キャンプで使おうと思ってね買いました。まあ、僕がツイッターでよくね、あの参考にさせていただいてる方がね、まあ、これを貼ってこの中に自転車を入れたりしてたんで、まあ、結構ね2人用のシェルターなんだけど結構大きいんでいいなと思ってね。ちなみにメルカリで買いました。やっぱりねキャンパーが少なくなったかはちょっと分かんないんだけれども、まあ、ブームはやっぱり去ったんで、まあ、飽きた方がね、まあ、テントを手放されていると、まあ、大変リーズナブルに、手に入れることができましたので、皆さんもねこの機会に、まあ、テントなどね漁ってみてはどうでしょうかという無責任なことを言っております。設営シーンはタイムラプスでいきましょうか。はい、設営完了ですね。今日はね新幕ですね、ジャックシェルターミニ、ミニマルワークスのジャックシェルターミニで来ております。どうですか、おしゃれ、おしゃれですかね、おしゃれになりましたかね、わかりませんけれども、四隅にねポールが4本立ってて、真ん中に、スリーブにね長いポールが1本入ってて、で四隅から引っ張るみたいな、なんかね個性的なシェルター、テントというかシェルターですね。ちょっと中見てみましょうか。いろいろね実はニューアイテムがあったりしますんで、よいしょよいしょ、座るとこんな感じですね。どうですかゴールデンウィーク後半ということで、周り中テントが立っとるんですけれども、でね、新しいやつギアはこれですね、フィールドカイト、これを買いました。まあ、ちょっと軽量なテーブルが前々から欲しいなと思ってたのと、やっぱりね組み立てるのも、まあ、これもいいんだけども、まあ、ちょっとめんどくさいっていうのもあったんで、あの一回り小さいやつが出たということで、速攻で買いました。ですね。であとはね、僕の SNS ご覧になってない方ももしかしたら知らないかもしれないですけれども、これランタンシェードね、ギアサカランタンのちっちゃいやつをオリジナルで作りました。これはベースで売ってます。であとねこのホタルイカフックもね、作っております。そういう宣伝ばっかするんじゃないと、中を見せろという声が聞こえてきそうなので、ちょっと入りますね。よいしょ、こんな感じですね。うん、結構広い、結構広い。うん、2メーター、2メーター。多分広さはね、床面積はパンダと同じぐらいだと思うんですけど、垂直に立ち上がるんで、やっぱすごい広い。めちゃくちゃ広いですね。で、これ、どう自転車キャンプに使うのかと。まあ、これ今インナーあるけど、インナーなかったらこの中にね、自転車が入るんですよ。で、まあ縦にも寝れるしということで、で天井も開くし、で実はねこれもこっちも開けられるんですよ。でこっちも開くんですよね。全面メッシュにもなるということで、まあ、なかなかいいんじゃないかなと思っております。こんな感じですかね。そうそう、あともう一つね実はニューギアがありまして、気づきましたか、これですね。これね、あの富山県のね
キャンパーさんで、ナマケモノラクさんね、ラクさんが作ってるハンプのねトレーなんですよ。ハンプ式のトレー、これもともとね、あのファイヤーブックっていう、あのチタンとかねステンレスのすごい折りたたみ式の最近人気の焚き火台用に作られてるケース、カバーなんですけど、それカバー兼トレーになると、こんな感じにねトレーになるんですよ。でこれがねいいなと思ったのは、とっちらからないと。キャンプってものが、まあ、あのとっちらかるんですよね。それがやっぱりなんかね嫌なところだったんですけど、このトレーの中に置いとけば、もうこれ以上はね、まあ、どっか行ったりあれどこ行ったみたいなことにならない、ね、使うものだけこうやって入れといて、こうやっておけば、まあ、どっか行ったりしないってね、まあ、快適なキャンプができるということで、まあ、今日これ初めて使うんですけど、うん、早速ね役に立っております。ちゅうことでね、ゴールデンウィーク後半、富山県のおすすめのキャンプ場、今まで謎に包まれていた、グリーンパーク大島キャンプ場でね、早速ソロキャンプというか、もうなんかグルキャンみたいになってますけれども、やっていこうかなと思います。でさっきね道の駅ね、ここ黒部の道の駅行ってきたんです。家具なんでね、地元のうなずきビア、黒部の月、ピルスナーですね。こいつでまずはね乾杯しようと思います。熱い。それではね、皆さんのご多幸と癒さかいに乾杯。でね、今日はねもう一つ実はテーマがあって、ここね、まあ、富山県なんですよね。地元のキャンプ場なんですけど、ゴールデンウィークとはいえ、まあ、遠征でもね、まあ、何でもない、キャンプなわけですよ、まあ、だから、まあ、そんなに凝ったものをね作るつもりがないというか、食べ物ですよ、凝ったことをするつもりもあんまりないので、全部ねあの出来合いのもので今日は行こうかなと思っております。ということで今日のお昼ご飯はこれです。富山県といったらね、富山県といえば寿司の町富山ということでプラントで、寿司買ってきております。こういうのでいいよね。でそれともう一つ買ってきております。じゃーん富山県産ゆでホタルイカ、救わんのかいと救いません、救わないです、なぜならですね、僕実はね去年結構救ってるんですよ。で去年救ったホタルイカがね実はまだ残ってるんですよ。あのまあお気づけになってるんですよね。まあイカなんで、あんま居酒屋さんとかね、ああいうとこも全部そうだと思うんだけど、ホタルイカのお気づけなんてね、もう冷凍したら1年ぐらい食えるんですよ。まあその料亭の方に聞いたからこれ間違いないと思うけどね。そもそもホタルイカなんて春しか取れないのに、じゃあどうしてね冬の居酒屋に行った時に、お気づけが出てくるのかというと、それは冷凍になってるからであってね、まあ、食べれるんですよ。ということで家にねいっぱいホタルイカあって、まあ、お気づけになってるんで、まあ、今日は、まあ、せっかく黒部だからということでホタルイカ買ってきたけれども、まあ、救うっていうモチベーションがね、まあ、ちょっと今はないちょっと今はなくて、まあ、だからお前ちょっと寝てたんじゃねえのかと言われそうですけど、まあ、そういうわけじゃないね。味噌をアジャストすると、すっごいプリプリだね。さすが地物だね。今日はね、箸もね割り箸でございます。すっごいやっぱでかいね。富山県のホタルイカでかくないですかね。でかい。お気づけも好きなんですけど、やっぱ酢味噌で食うのも好きかな。うまいわ。やっぱりね目ん玉は取りたいね僕は。目ん玉はちょっと取りたいかな。目ん玉とか自分でくちばしとかね取れるっていうのが、まあホタルイカすくいのいいとこかなとは思うけどね。好みの調理ができるということで、最高です。
ルナ島はこんな風に流れてる。はい、中に下駄箱ありますので、はい、今日目でお伝えください。ありがとうございます。